プレゼントを持ってきたよ、リサ。ああ、クリフありがとう。何かな、何かな。ほら、君の好きなメロン帽子だ。さて、君には何かな。私が開けてあげようか。これはいい、これはいいね。宇宙飛行士だ。あいつにもプレゼントを渡してこよう。もう戦場へは行かない。どこへも行かない。ここでお前たちを守る。だから私にはもう必要ない。あいつにこれを預けてくれ。ではメリークリスマス。ほほほほ。メリークリスマス。ほほほほ。クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロック。サム、君を指名した依頼が増えてきたな。この先へカイラル通信をつないでいくために何としても受けてほしい依頼もあるが、中には必ずしも受けなくていい依頼もある。どれも我々と君自身にとって有益な依頼であることに違いはない。可能な限り受けた方がいいだろう。サム、いくら君でも自然の中を進むのは決して楽ではないだろう。各地には第一次遠征隊が設置した国道復旧装置がある。これに素材を収めれば国道が復旧し、バイクなどの車両での移動が楽になるはずだ。レイクノット近くの国道復旧装置に素材を納品し、道路を建設するんだ。場所はこちらで指定する。必要になる素材も支給しよう。ただし君が素材を乱用して足りなくなった場合は自分で調達してもらうしかないぞ。いいか、国道がつながれば他の配達人や人々の往来も便利になる。皆感謝してくれるはずだ。サム、国道復旧装置の復旧予定地へ向かってくれ。
サム、指定した国道復旧装置が近いな。国道復旧装置の端末で国道を復旧してくれ。さすがだサム、国道の復旧に成功したな。だがまだごく一部だ。この国道は大陸の各地につながっている。未来への希望だ。これからも国道復旧装置を見つけることがあれば、必要な素材を収めて国道の復旧に貢献してほしい。国道がつながっていけば、車両はもちろん徒歩での移動もずっと楽になるはずだ。入庫します。エレベーター。